殿上剛えつよしひろしは、愛知県春日市出身の元プロ野球選手。右と左ひだジップは、元中日ドラゴンズ投手の殿上うえらし、実定は、中日ドラゴンズ内野手である、殿上忠えただつよしひろし自身も、現役選手時代に、中日へ10年間所属したほか、2020年から、球団職員として復帰する。愛工大名電高校への在学中には、 二年次の春に選抜高等学校野球大会、三年時に同大会と全国高等学校野球選手権大会で阪神甲子園球場に登場。また、対外試合で通算46本塁打を放った。2003年の NPB ドラフト会議で内野手として中日ドラゴンズから6巡目で指名。契約金6000万円、年俸600万円という条件で入団した。 背番号は63。2004年、ジップのテラシが寮長を務める、球団合宿所、小竜館でプロ生活を始めたが、二軍生活に終始した。2005年、ウエスタンリーグ公式戦では、主に一塁手として、チームで2番目に多い78試合の出場で打率、293をマーク。2005年9月10日の対読売ジャイアンツ戦6回表に、 代打で一軍公式戦へのデビューを果たした。2006年、ウエスタンリーグ公式戦で打率、250を記録しながら、一軍公式戦への出場機会がなかった。シーズン終了後にハワイウインターリーグへ派遣されると、中日で守った、経験のない外野手として、強権を披露した。2007年、ポジション登録を外野手へ変更する一方で、実定のが、 自身と同じく愛好大名伝高校から入団。ジップのショーと合わせて親子3人で中日に在籍することになった。自身はウエスタンリーグ公式戦で打率が一時、404にまで達するほど好調だったことを背景に、6月19日の対オリックスバファローズ戦で6番一類種として1、軍公式戦で初めてスタメンに起用。 7月27日から明治神宮野球場で催された東京ヤクルトスワローズとの3連戦では、同日の第1戦で1軍公式戦初安打、初打点、29日の第3戦で初本塁打を相次いで記録した。8月11日の対巨人戦では、延長12回裏に代打へ起用されると、強権名から、さよなら3点本塁打を放っている。 レギュラーシーズン全体では、一軍公式戦37試合の出場でに、本塁打、11打点、打率、286をマーク。チームのセントラルリーグ優勝、クライマックスシリーズ突破を経て臨んだ、北海道日本ハムファイターズとの日本シリーズにも、前後試合中2試合で代打に起用された。2008年、一軍公式戦で終盤の1試合に、 スタメンで起用されただけで、シーズン終了後に、昇流館を大量。ジップのテラシも、寮長を知りいた。2009年、ジカリンと共に、春季キャンプ鬼軍で過ごしたものの、2月20日の練習試合に揃って出場すると、いずれも本塁打を放った。3月1日の日本ハムとのオープン戦でも、8回表に、先頭打者の3番、ジカリンが、 金森隆行から本塁打を放つと、4番、新井良太が死球で出塁した後に、5番打者として金森から2点本塁打を記録している。オープン戦を含む NPB の公式戦で、同一チームに所属する実の兄弟が、同一イニングで本塁打を放った事例は28年ぶり3組目だが、1970年以降のオープン戦では初めてであった。 レギュラーシーズンでは一軍公式戦9試合に出場したが打率154のノーアーチでシーズンを終えた。2010年、レギュラーシーズンでは一軍公式戦58試合の出場で日本塁が17打点打率247をマーク。主に代打で起用されたほか、ジカリンと揃ってスタメンで出場することもあった。 8月6日の対阪神タイガース戦で兄弟揃っての敵地打でチームの対象に貢献したことから兄弟で初めてヒーローインタビューを受けた。チームが阪神との間でセリーグの優勝を争っていた9月22日の直接対決では同点で迎えた9回裏一四万塁の場面で代打に起用。藤川9時から一塁へのゴロを放ったものの ゴロは補給したクレーグブラゼルの本類役送球でチームがサヨナラ勝利を収めたことから単独でもヒーローインタビューに臨んでいる。2011年一軍公式戦では開幕から絶好調で6月までは打率が4割を超えていた。実際にはジョエル・グスマンと佐伯隆弘の加入などによって前年に続いて主に代打で起用されたが7月1日の 対巨人戦では9回表にし万塁類の場面で、代打で登場。久保裕也から走者を一掃する敵児三塁打を放った。久保に対しては、10月9日の対戦でも、延長10回裏一死1.2塁から代打で、サヨナラ敵児打を放っている。シーズン通算では64試合に出場したものの、通算打率が、287にとどまったが、 シーズン終了後の12月に結婚した。2012年、自身の誕生日であった5月27日の対福岡ソフトバンクホークス戦で一軍公式戦でのシーズン初本塁打を放つと、右翼のレギュラー候補だった平田良介の不調などを背景に右翼手としてスタメンに起用される機会が増加。レギュラーシーズンの一軍公式戦に85試合の 出場で4本塁打を記録すると、チームのレギュラーシーズン2位ヤクルトとの CS、ファーストステージ突破で臨んだ巨人との CS、ファイナルステージでは、10月19日の第3戦に、代打で、決勝的時打を放った。2013年、一軍公式戦への出場は44試合止まりで、主に代打で起用されながら、シーズン2算の打率、得点圏打率とも1割台に落ち込んだ。 2014年、一軍公式戦6試合の出場に止まり、10月1日に、球団から戦力外通告を受けた。2014年11月17日に、巨人への入団が発表された。育成選手としての契約で、入団当初の背番号は014。2015年、春季キャンプ中の2月23日に支配下、選手契約へ移行するとともに、 背番号を91に変更。2月28日には、ヤクルトとのオープン戦で1回の守備中に、右手の親指を痛めながら、その後に二度打席に立ったことで、首脳陣を驚かせた。試合後に、右手親指の骨折が判明したものの、レギュラーシーズン開幕後の5月12日に一軍へ、復帰すると、同日の対広島東洋ガープ戦に、6番、左翼手として、スタメンに起用。 当時広島のエースだった先発、前田健太からの2安打1打点で、チームの勝利に貢献したことから、移籍後最初の一軍公式戦にして、ヒーローインタビューを受けた。一軍公式戦には、通算59試合の出場で、3本塁打、13打点、打率、276という成績を残した。シーズン終了後に、背番号51へ変更。2016年、 左の代打要因として、一軍公式戦43試合に出場。日本塁打を放った一方で、打率は、167にまで低下した。2017年、イースタンリーグ公式戦102試合に出場すると、打率、297、5本塁打、33打点をマーク。しかし、中日時代の2006年以来11年ぶりに、 一軍公式戦への出場機会がなかった。10月28日に球団から戦力外通告を受けたことがきっかけで、翌29日に現役引退を表明。2019年まで巨人に在籍。2018年にはスカウト、2019年にはファームのコーチを務めた。その一方で、スカウト時代の2018年2月10日には巨人の OB として、 読売巨人軍宮崎キャンプ60年記念ジャイアンツ VS ホークス OB 戦に参加。2回裏に中畑清志の代走から出場すると3回裏の初打席でホークス OB の若田部健一から満塁本塁打を放つなど6打点を挙げる活躍でチームの勝利に貢献した。2020年1月1日付で中日球団へ職員として6年ぶりに復帰。 同年中は食卓契約でイベントなどの業務に従事する。球団の幹部は OB であることに加えて性格が真面目なので将来ドラゴンズを担えるように様々な部署を経験してほしいとの期待から2021年以降に同情を正規の職員へ登用することを示唆している。愛称は同情のドと兄貴の2期を足したドニキ。 チーム屈指のスイングスピードとパワーを誇る。豪快で勝負強い打撃が持ち味であり、主に代打の切り札として活躍した。守備はあまり得意ではなかったが、強権で常に全力プレーを心がけていた。打席に入る前は、ベンチ裏に移動し、一人でバットをじっと見つめて、精神統一を行っていた。休日や練習日の球場でも、 最後まで一人で黙々とマシン打撃を打ち続けるなど、非常に練習熱心な選手であった。チームメイトから慕われる人望が厚い選手であった。ありがとうございます。